キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ドラフト通信も今日は広島カープ編ということで、はい、ね、うん、昨年のドラフト1位は、はい、ね、一番大注目だったんちゃうかっていうね、うん、まあ、左の竹内、右の常広、はい、ドラフト1位、はい、たまに力もあり三振取れる、うん、即戦力、はい、新人王候補で競合もしましたよね、うんうん、でも2球団だからね、2球団か、何気に、まあ、ということでね、はい、1位常広、ね、2位高、うん、3位滝田、4位中田、5位赤塚というね、はい、ところで、うん、昨年のね、はい、佐々木評価では評価は S ですと。おお、来年優勝しますドラフトです。おお、上位3人はいいと、うん、うまくはまれば強いと、うん、西川が FA しなければ優勝あるかもと、うん、昨年カーのマスターで右投手を獲得、横軸で考えても素晴らしい戦略だと、うん、パンチ系高卒やつが欲しいというところでなかった、育成3位の杉原がかなりいいと思うと、うん、静岡のゴジラ佐藤を獲得と、うん、ね、この育成でね、はい、で、どこ行ったのいや、あのフォームで11試合も投げてます。そうなん、うん、きっちり、はい、しかもなんか近日中に登板予定なんでしょ。15日ね、15日、うん、はい、でフォームで完封したんですね。あ、よかったっすよ、うんうん、で防御率 4.02 やで、うん、06、はい、06、2勝6敗、うん、そうだね。高君、どこ行った。まだ1勝で投げてないんですよね。12試合6試合先発、うん、と思ったより思った感じじゃなかったね俺の、うん、でもっと3人がドッとはまると思いましたよね。3位滝田、はい、まあ評判良かったよね、うん、生徒同等だ、はい、ね、エスコンフィールドの隣、うん、1勝1敗 3.34 12試合5先発、はい、で4位中田優斗、うん、2割2厘ホームランで、まあまあ高卒だからね、うん、修行中や、うん、で、次5位赤塚、静岡、うん、中京学院、はい、赤塚 5.40、うん、1勝0敗7試合登板、うん、リリーフ修行中やな、うん、まあ、ちょっと思ったのと違うかったね、1年目は、うん、全体的に。ただ今のカープのピッチャー陣がすごい安定してるじゃないですか。そうだね、そうだね、リリーフもっていう、うん、だから焦って出す必要もないんでしょうね、うん、そうだね、うん、あとちょっと杉原君見てみよう、はい、あー杉田君ね、あ杉田君、はい、うん、杉原、え杉原君、杉原じゃなかった、杉田だけやる君じゃないですか、あ杉田、うん、あ、違う違う、杉原、京都国際、あ、そっちの、京都国際の、ね、あ1試合しか投げてないね、うん、なんかちょっと怪我かな、杉田君見とく、はい、1勝4敗 3.33 15試合登板8先発、うん、まあ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 投げれてるからね、はい、そうですね。静岡のゴジラもだって試合感になったからで、はい、なりましたね。静岡のゴジラは 15打数2安打でも2軍で3割5厘ホームラン4本やから、はい、これいいね、うん、いい、ここからね、うん、結構私の推し広島取ってくるんだよな、二股くんとかもそうでしたし、あれちゃうやっぱり DNA で成功してるから見てんじゃん、やっぱ見てんのかな、ちょっと今年もやっぱ気合い入れないとな、 あとやっぱりあの里崎やっぱりホームテレビの、フロントドアとか出てるから、はい、うん、それつながりでやっぱ見てくれてるかもしれない、見てくれてるかもしれない、情報流れてるかもから、うん、こう行った方がいいよ、行った方がいい、うん、じゃあちょっと試合がどんどんあれやから、じゃあ育成で取っとくかちって、はい、あるの、あるね、二股くんも育成で取ってくれてたね、でその前ね、はい、2022年、うん、1位、ね、単独指名で斉藤優太、うん、で2位内田、3位増田、4位清水、5位川野で、6位長谷部の7位久保、はい、まず野手でいうと内田、はい、ファームで2割4分3厘ホームラン4本でキャッチャー清水、うん、1割3分1厘ホームラン1本、うん、久保怪我です。ピッチャー斉藤優太 5.74 6試合2先発、うん、あんまり投げてないな、うん、ね、増田10試合登板 6.48、 増田投手やっぱ去年の感じだともっと来ると思いますけどね、うん、そうそうそう、なんかもう人伸びせえへんな、うん、で川抜け、はい、川の投手もな、ね、うん、でも13試合先登板、はい、2.16、うん、2軍で 2.31、 はい、でも今2軍ですもんね、うん、で、長谷部リーチ、はい、1軍で1試合投げてます、1試合、うん、1イニング、2軍で 1.29、 お、じゃあいいね、うん、リリーフ、もし1試合でも左のリリーフいすぎんね、あ、もうあの入る余地ないね、そういうことか、うん、だって堀江いて、うん、で森浦いて、うん、でハーンいて、はい、っていうところでは、ね、うん、あ、黒原か、うん、だからもうちょっと入る余地ないね、はい、ちょっと左のリリーフは、うん、だからそこら辺は長谷も頑張ってるけど、うん、難しいよね、はい、うん、一軍でも点取られてないですからね、うん、1試合、そので右も栗林、中崎、島内、松本いるから、うん、だからカードもいいんやけどちょっと入っていく場所ないよね、うん、ちょっと良すぎてね、うん、
選手たちが、はい、だからここら辺がねちょっと難しいよね、うん、もう今のピッチャーたちがいいってことですもんね、うん、でこの、2年前のドラフトの時にカープは新井監督とドラフト1位斉藤について、体もしっかりしていますし力強いストレートの魅力ですと、うん、彼のポテンシャルは球界を代表する素質を持っていると思いますと、うん、大きく育てていきたいですしそれだけのものを持っていますと、抽選でも何でも来いという覚悟でしたけど抽選がなくてホッとしています、うん、まあ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 、でもちょっと、ね、うん、ちょっと思った感じとちゃうな、ね、グッと出てきてる人がまだ、うん、だから絡んでこないとダメですよね、この強いときに絡んでこないと、確かにね、うん、誰も絡んでないもんな、誰もいないんで結局は、なんかもともとの選手は思った評価より低いな、低いね、結局もう、まあ未来は分かんないよ、はい、未来は分かんないけど、うん、2年間でいうともう B ぐらいやもんな、うん、結局ね、確かに絡んでる人が一人もいないですもんね、うん、でその前21年が黒原ね、森、はい、まあ今黒原頑張ってる ね、うん、で末金ね、はい、6位にいて、で5位松本がいるからね、うん、森翔平投手も投げたり、ね、してますね。で20年が、栗林、森浦ね、大道、矢野ね、矢野選手が6位にいる、うん、で二股間も上がりました、うん、で19年が森下ね、うんうん、石原、玉村、うん、で18年が小園、島内、うん、林が出てきてくれればね、で7位に初木、はい、大森育成、17位に中村翔成、ケムナ、遠藤、16年加藤、これ矢崎だからね、はい、で高橋光也、徳田、坂倉、アドワ、で15年が岡田、横山、高橋、西川、うん、いいね、ずっといいですね、うん、いいね、ずっといい、え誰もこの年いないねがないですよね、そうだね、今ちょっと頑張んなきゃいけないのが17年じゃ、中村翔成、山口、ケムナ、長井、遠藤、平岡、確かに、ここ遠藤投手も出てきてほしいです、うん、けどね、長井と平岡いないもんね、うん、確かにそれぐらいじゃ、うん、必ず、しかも上位でちゃんと当ててるもんね、はい、きっちりね、でその中で、すごいな、下位で下支えたもんね、はい、ドラフトはいいね、やっぱり、ね、いいですね、だそういったところが2人以上いる、このドラフトがいいから、うん、FA トレード外国人に頼らなくても、うん、こうね強いっていうところが見せてるところちゃう、はい、だって今年なんて外国人補強してないからな、なかったですかね、なかったもんね、うん、あれハーンとかはハーンだけか、ハーンだけ取ってきたっけ、一応なんかシャイナーとかレイノルズとかいた、今年知らないあれシャイダービザの関係多分来てないから、シャイダーだったら知ってんだよ宇宙刑事シャイダーじゃん、シャリバン、シャリバンとかシャイダーとかじゃない、宇宙刑事、いや私あの結構ゲームにシャイナーとか選んだ、シャイナーもう頼らなくてもね、はい、そうですね、ハーンがね、頑張ってますけど、頑張ってるけど、うん、でも左もね、いるからね、いいのはね、うん、だから絶対的にハーンじゃないもんね、そうなんですよ、うん、だから外国人も頼らない、はい、トレードにも頼らない、うん、ね、FA にも頼らない、はい、でも強い、うん、よくない、すごい、さすが車ですね、マツダ、自社生産ですよ、あ自社生産、やっぱり地元愛ね、地元を大切にしていく自社生産、さすがですよ、ドラフトで取った生え抜きで頑張ろうみたいなね、きっちりね、うん、すごいね、じゃあちょっとあれちょっと見てみよう、あのオリックスからあの人的競争で取った日高君、ちょっと見てみよう、はい、12試合6先発 5.97、うん、まあでも高卒2年目だからね、はい、でも投げてるからいいじゃん、そうですね、うん、投げてるからね、結構びっくりしましたもんね、こんな早く高卒でね、うんうんうん、まあまあやっぱりドラフトいい感じだね、うん、カープはね、はい、でも俺今年どこ取るか知ってる、おお、もう分かりました、分かった、もうそ知ってるというかそこ取らなきゃいけないと、ああ、そうそう、もう分かりましたよ、分かった、はい、うん、でも私もまあ投手か野手かとかこの辺だろうな感はありますね、うん、そうだ、うん、もう簡単です、うん、じゃあ分かる、これはもう正直分かります、何年もやってるじゃないですか、ああまあまあそうですね、ああ俺も分かるよ、うん、てか分かるというかそこ取らなきゃいけないと、そこ取らんとやばいです、うん、そこ取らんとやばい、はい、分かる、赤間さんも、なんとなく多分ここじゃないかなみたいな、じゃあ、うん、せーので当たってるか言うよ、みんなが、はい、一疎通できてるか、いいですよ、うん、せーの